僕に盗まれてみる？どうも皆さんこんにちは、はじめまして。ホロライブプロダクションプロ所属喫茶店の店長、時々回答なんかをしてますね、宇津木悠々です。よろしくお願いいたします。わー、英語のコメントもいっぱいね。海外ネキたちにもちょっとご挨拶させていただきましょうかね。 Hi all boss yes bro, thank you for coming to my first stream、ね、I don't speak English at all and now I'm still learning it, soI made up a script and remember it this time. 動きがクラゲさんみたいで可愛い。本当？本当にクラゲみたい？まあでもいいや、可愛いってもね、思ってもらえるんだったら。僕のこれ襟足なんだけど、クラゲの触手みたいだね。ちょっとこれから僕なんかクラゲのファンマークにしようかな。今のファンマークやめて結婚してください。いいよ、なんかみんな結婚しよっかね。僕一人に決めることはできないんだけど、全然何人奥さん旦那さんいてもいいよって感じだったら。あれ、ダイヤ、これ何ダイヤ、あ、これ求婚されてるの。いいよ、みんな結婚しよっかね。もう全然ね、旦那さんも奥さんもみんなおいで。僕は配信さえさせてもらえれば全然いいのでね。はい、料理とかは任せてください。そんなにね、美味しい料理は作れないかもしれないけど、まあね、料理ぐらいはできますので、まあ、あとね、掃除も結構好きかな。はい、養ってくれる。生活費は入れてほしい僕主婦になりたいから。身長はね、僕ヒールが好きでヒールよく履いてるんだけど、ヒールをなしにして177かな。僕もね、結構身長高い方だと思う。よく頭ぶつけるし、まあ、僕ね、綺麗なものがすごく好きなんですね、まあ、それはね、物だけじゃなくて、まあ、その音楽だったり関係性とか、まあ、景色とかもね含まれるんですけど、その中でもね、特に綺麗な石が好きで、小さい頃からね、ちょっと手癖がね悪かった僕は、欲しくなっちゃうとね、ちょっと我慢がねできなかったんですね、昔は、ね、ある時ね、それを祖父に感づかれてしまいまして、さすがにね怒られるかなって思ったんですけど、まあ意外とね、なんか悪いやつからなら取ってもいいよっていう感じで、後々、まあ、祖父にもね、怪盗っていう一面があることを知りまして、変装の技術なんかを伝授してもらって今に至ったという感じですね。変装ね、得意なんですけど、配信でお見せする機会がないっていうのがね、なかなかちょっと残念ではね、ありますね。はい、で、アイドルにしか手に入れられないお宝があるっていう話は、昔ね、祖父から聞いたことがあって、その時、それってね、どうせ心でしょって。どうやらね、違うみたいって、その時ね、はぐらかされたまま、もうね、答えを知ることはできなくなってしまったんですけど、なんとアイドルになる機会をちょっといただきまして、その回答としてのね、自分にも日常にもね、ちょっと少し退屈してたんで、そんな時にね、そんな機会が訪れたので、あの時の答えを探そうかなということで、この度アプローからデビューさせていただきました。では続いて、ペット紹介というか、まあ、パートナー紹介かな。そのペットっていうとね、すごく怒るんですよ。回答としてのね、僕をサポートしてくれるパートナーのね、ジャコビンバトです。で、ね、祖父がね、子供の時代から生きてるらしくて、その人の言葉をね話すんですよ、あいつ。で、祖父からね、僕喫茶店を受け継ぎまして、そのね、喫茶店のマスコットにもなってます。どれだけ長生きしてるんだって。鳩のね、構造的にね、体の日本語を話すことなんてありえないし、すごく流暢に喋りますからね。オウムの亜種なのかも、もしかしたらそうなのかもしれない。魔法使えるんじゃ、多分使える、ワンちゃん。では、好きなものに関してちょっと次は紹介していきたいと思います。ほい、これはですね、喫茶店巡り、まあ、あとはサウナとか、入浴剤集め、あとは天然石集めですね。はい、喫茶店巡りはね、個人店巡るのが僕結構好きなんですよ。の店内の雰囲気結構こだわってたりとか、人も少ないからすごい落ち着くんですよね。作業するのにね、すごいぴったりなんですよ、まあ、あとは入浴剤集めとか天然石集めね、まあ、この辺りはね、
の綺麗なものが好きっていうやつで、まあ、ただただだの小さい頃から綺麗な石が好きでコレクションしてるっていうだけなんですけど、でもね綺麗な石ってさ結構ね値段がつけられないものも多くて、そうでも欲しいんだよね。だから我慢できなくなった時にね、その持ってる人が悪い人だったらちょっとシュッてねもらっちゃってる感じかな。あのチョコレート、まあ、あとはお酒ね、そうお酒はね大体のものは好きですね。でもねビールが一番好きかな。結構ねワインっぽいって言われるんですけど、旅行行った時にねご当地ビールとかね飲むのがすごい好きですね。そうでねこの G 苦手なものなんだけど、もうこれだけはねそうどうしてもねちょっとダメでしたね。爬虫類が好きな友達がいて、生き餌用にね自分で繁殖させてる子がいて、その繁殖してるやつは汚くないよって、カブトムシと一緒だよってその手に乗っけてもらったんだけど、まあ、さらにダメになりましたね。うん、ちょっと苦手なものはねなんだかんだ今まで克服してきたんだけど、これだけはダメでしたね。はい、あこれね G ってガンマじゃないよ。G ってガンマじゃないからね。ガンマって生き栄養なの、繁殖されてるの。はい、あちょっと待ってね、なんかジャコがね戻ってきたみたいなので、ちょっとジャコの自己紹介をねしてもらおうかな。ではちょっとね連れてきますので少々お待ちください。あどうもこんにちは。素晴らしい、え君たちあれだな、ウユよりか全然素晴らしい、賢いかもしれない。えわしの名前はジャコ、好きなものはお金、夢は、ま、人の体を手に入れて、アイドルをするかな。まあ普段は、ま、怪盗都市のウユをサポートしてるんだけど、ま、主にね事前準備とか陽動かな。はい、まあとはね変装してる時に服に潜って、ま、変声機代わりなんかをしているな。配信のねなんか顔を出すことはあんまりないと思うんだけど、ま、覚えておいてもらえると、ま、嬉しいかな。あそうだ、編成ってわかる？ま例えばなんだけど、まこんな感じとかね、まあとはこんな感じとか、ともともともよろしくお願いしますってな感じかな。うん、あそうだ、お主たちもねあのオタクくんたちのモノマネも結構得意、ちょっと聞いといて。あーんじゃこちゃんかわいい、まま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 、どう？なかなか似てない？君たち。なんか君たちのなんか愛らしさとなんか醜さがねよく表現できてると思ってるんだけど、どう？草？草か、まあ、草なら仕方ないかな。はい、ジャコでしたね。ね、生意気でしょ？金の亡者だしね、可愛げのないやつだけど、なんかよろしくお願いしますね。まあ、ではねちょっと続きに戻りましょうか。今後の目標、活動内容などについて、めっちゃ大きい目標ね3つとりあえずポンって。まあいっぱいあったんだけど、やっぱ少ない目標に定めて、もうこれを必ず達成するってやった方がいいかなと思って、これはねマジで絶対達成するから、みんな見てて、できない目標俺は達成あの掲げないから、これ絶対やるからね、見ておいてほしい。で1つ目、アプロで単独ライブやりたい。これはね一番最初に思いつきましたね。その最初ねホロスターズの先輩方たちともライブやりたいとか目標に書いてたんだけど、まあもうね、もちろんそれもやりたいし、それができたらねすごくありがたいし楽しいし、ね、素敵なことだし、だけれどもやっぱりアプロ単独でのライブっていうのはまた違う難しさというかね、特別感、これができたらね僕多分死ぬ時に思い出すだろうなって思って、まあね、ただ僕ねすごくね歌が苦手なので、歌をね練習する口実としてもね、まあ、このライブをね目標にして歌の練習も頑張っていこうかなっていうのもね実はある感じです。で2つ目、これはねゲームのイベントに出たいなっていうことでね。で3つ目、いっぱい配信する。
その今後ね活動していく中で新しい目標ができたりしていくとは思うんですけど、現段階ではとりあえずねこの3つの目標を持って活動していこうと思います。